で定住してよかったねじゃないんですよ。で実際どんどん孤独死するしさ、つまんなさに耐えられない人はね、消費に行ってこれを埋めなさい。アニミズムっていうのは万物から見られるってことなんですね。ジョブさんの説明でほとんど全て尽きていると思いますが、すごく大事なことはね、定住って僕当たり前だと思ったでしょ。始まったのは1万年から10年なんですよ。で定住以前は何の問題もなかったんです。ところが定住以降いろんな問題が生まれたんです。で僕がよく話題にするのはね、生きづらさが生まれたので、それまでは法に従う社会っていうのはどこにもなかった。単に仲間意識と生存戦略だけで生きてきた他の動物たちと同じなんですね。ところが定住すると大変なことなんです。定住っていうのはここにも書いてあるように、ストックによって、つまりハーベスト、収穫物によって支えられてるんですね。狩猟採集の時はさ、そのキープできないじゃん、その場で全部使わなきゃいけない。ところが余剰生産物、簡単に言うとストックができると、ストックを保全配分継承するためのルールが必要になるんだよね。でそのために保護ができる。でさらにこのハーベストを元に、作り出すのはアグリカルチャーでしょ、農業でしょ。で農業って集団作業で、しかも季節的な労働だよね。ということは、つまりまずタイムテーブルが必要、タイムテーブルに関わる決まりが出てくるんですね。でさらに労働集約的な作業ですから、その集団作業をどうするのかってことに関するルールも必要なんですね。いわゆるストックができたことに、ストックの保全配分継承からストックを作り出すためのプレスを含めて決まり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 になるんですね。でその結果、人々は法生活レヒトレーベンと言いますが、それを送るようになる。でも当初はね、多くの人は辛いなと思ってるわけです。辛いから定期的に祭りをするんですね。でその祭りは定住社会の異常さを拒絶する、特に所有という概念の異常さを拒絶して外に出ていった定住しない人たち、非定住人をお祭りの時に呼ぶんですよね。ですから彼らは定住しないことによって、法生活によるある種の劣化を被った我々とは違う力を持っているということで、お祭りの時にだけですね、被差別民である非定住民が呼ばれる。でしかし今で言うと無礼法的なバカ騒ぎですけれどもね、飲みや歌いや、あるいは芝居に陶酔したり、あるいは乱行に陶酔したりするってことをやって、しかしお祭りが終わるとまるで何事もなかったかのようにですね、毎日を送り始める。でこれはね、全国のお祭りを回っていると90年代の半ばまではこの感じがあったんです。で無礼法乱行についてはたまに大学があるんですけれども、たまにある暗闇祭りっていうのは乱行の祭りでしたよね。でも今誰も知らない。日本人にとってはですね、実はこの古い社会、古い定住社会における生きづらさと、そこから回復を、ヒットするためのですね、お祭りとか性愛っていう感覚っていうのはずっとあったんだけども、皆さんにはないっていうことですね。で、ヨーロッパ、その他の、いわゆる文明社会では、遠の昔に失われてしまっていたっていう問題があります。定住してよかったねじゃないんですよ。そういうふうにして、まず生きづらくなったあなた方は、性愛からも祝祭からも切り離されて、生きづらくてしょうがないから、で実際どんどん孤独死するしさ。で、あるいは、引きこもりっていうのも、社会に出ても何のいいこともない。つまんないからでしょ。つまんない社会だめ、本当に。つまんない。これは最近のいろんな AI 表現の主題ですよね。さっきちょっと冒頭に言いましたけど、つまんない社会を紛争決算するんじゃなくて、つまんなさに向き合えよっていうのが僕がずっと言ってることです。しかし残念だけど、つまんなさに耐えられない人はね、消費によって。これを埋め合わせ。なぜかというと、楽だし、さらに、ニーズがあるからですね。こういう自然に、こういう環境に、こういうツールに接触すると、あなた方は生きやすくなります。みたいなものが5万と生産されているっていうね。そういう話です。で、その中で、皆さんどんどん間接化されるんですね。間接化っていうのは、重要なポイント。つまり、分業が技術によって展開すると、我々から何も見えなくなっている。その中で、ある種の暴走的な資源消費が起こる。資源の限界に立ち至っても知ったことじゃないですよ。物が売って買えればね、環境の限界、自然の限界、知らねえよ、誰か政府ともやるよ、それちゃんと。これで終わるわけですね。で政府なんかにそんなことを取る力はない。さっき言ったような競争に負けない範囲で自然を保護することはできない。重大な問題だけど複雑ですよね。元々ね、自然という概念はないんですよ。でどこにもなかったんです。どこもある種アニミズム的な生活をしていたからです。でこれは普遍です。アニメ的な生活をしていなかった人類は一つもないので、完全にユニバーサルなんですね。これを我々は想像できるかというと、実はアニメ的な感受性って1960年まで、あるいは64年まで確実に存在した。それは水木しげるが証言してますよね。僕のおばあちゃんは
あるいはおばあちゃんとか祖父祖母両親はアニミズム的な感受感受性を至るところであらゆる機会に示すというところがあった。皆さん多分見たことのないはずです、そういうものっていうのはね。アニミズムっていうのはさ、万物から見られるってことなんですね。人が見られる、誰に、人だけじゃなくて動物に植物、例えば樹木や花や草に見られる、あるいは川に山に、あるいは雲に見られるっていうね、この見られるっていう感じで、なぜ重要だったのかっていうと、人間ってゲノム的に見られていないとズルをする楽しいやつだからですね。人が見ていなくてもいろんなものが見てるよっていうことで、初めてある種まともな輪郭付け、輪郭と重み付けがなされてまともに振る舞えるようになったってことですよね。でところがこれって誰でも考えて分かると思うけど、重大な欠点なんだよね。この自然信仰って言うんですけど、この自然信仰って、例えば開発やね、産業化によって生活形態が変わると、その途端に一瞬で終わるんですね。だって今まで信じていた、見るものが全部いなくなるんだもん。で、代わりにやるのは機関車とか、鉄橋とか、トンネルとか。で、当初はね、これにも見る力があったんですよ。でも、あっという間に失われていくっていうことがある。で、そうすると、我々は残念ながら、野放図になる。日本人のことですよ。日本人は世界で、非常に稀な遅延社会です。でそれは去る者を日々に落としとか、棒に入れては棒に従えという言葉によって象徴されています。で、この遅延主義ってその面白いよね。近くにいれば助け合い、でそれに恩義を感じ、その助けてくれた人にリターンを返そうと思う。でしかし、残念だけれども、この遅延がばらけてしまえば、それでこう終わり。日本が非常に特殊なのは、遅延を守るべきだという価値観が今まで一度も発生したことがないってことです。私よりも上の段階の世代だと見れば分かるけれど、遅延的なものイコール封建的なものイコール不自由の源泉だから、これを取っ払えっていうふうにギャーギャーわめいていたのが段階の世代なんですよね。段階の世代の方いらっしゃらないですか？残念ですけど。これは非常にまずい展開ですね。なんでまずいんだけど、なぜそうなったのかってこともよく分かってるんですね。それは縄文の地政学って言います。我々は遅延であるべきだ。遅延を通じて仲間を大切にするべきだという発想をしたことがない。なぜか。縄文時代にはですね、9割が森、山で、で、散在する中石平野に我々は住んでいた。で、したがって縄文時代っていうのはですね、不思議なんですよ。狩猟採集段階だったのに、事実上定住だったんですよ。移動できないから。いわゆる山人、山人っていうのも、ごく少数いました。で、もう言いたいことは分かれてるね。狩場を争う必要がなかった。たとえハンティングしていても、定住、そのいわゆる散在する中石平野を前提にしていた。その中石平野で農耕する人間たちも耕作地の拡大をめぐって争うという、これもテリトリー争いではなかったんですよ。要は、遅延的にやっていくことが必要だったというよりも、それでやっていくしかないから、ただやっていた。だからそれには規範はなかったんですね。ということで、日本人は遅延的なので、もともと遅延的な発想があるので、棒に入りは棒に従えで、ひらめきおろなんですね。価値観の貫徹は一切行わない。皆さんもそうでしょ。行政官僚たちも大学教員たちもそうだよね。で、ひらめきろめでは周りをキョロキョロ見てるくせに、そのベースになってる共同体を守ろうっていう共同体持続に関わる規範は全くないんですよ。で、だからこういう全く空っぽな地域共同体になりつつある、あるすでになっているということなんですよね。